川崎市高津区の高津スポーツセンターでスポーツの日の記念イベント、参加費無料のスポーツフェスタが行われました。さまざまなスポーツを楽しめる年に一度のスポーツフェスタ、いつもは10月の開催ですが、今年はオリンピックに伴い日程が変更されたスポーツの日に合わせ7月23日に行われました。親子で一緒にスポーツしようのコーナーでは、未就学児を対象にトランポリンや鉄棒などを使って運動の基礎となる体の使い方を体験、インストラクターから親子で練習する時のアドバイスを受けることもできました。小学生とその保護者を対象に行われた体験教室、ピックルボールはアメリカで生まれたラケットスポーツで、ルールはほぼテニスと一緒。コートの広さはバドミントン、点数の数え方は卓球と同じです。アメリカでは競技人口が急激に伸びているとのことで、関係者の間では2028年のロサンゼルスオリンピックに採用されないかと期待が寄せられているそうです。オリンピック競技になったらこれ出る？やりたい。なんか難しいけど楽しい。すごいいいと思います。親子で楽しめるので、おすすめです。高津スポーツセンターでは、こうした機会に体を動かすことの楽しさを味わって、日頃の運動習慣につなげてほしいと話していました。